今年の調布花火大会は中止ということで、代わりに花火デカ盛り作ったよと挑戦状をくれたのは若松屋さん。はい、皆さんこんばんは。数ヶ月ぶりにやってきました。でお母さんも郷さんも相変わらず元気そうだったので、ね、安心しました。とりあえず今日も飲みましょう。ビミルでは皆様、今日もお疲れ様でーす。乾杯。ありがとうございます。冷た。私が若松屋さんにちょいちょい来てるから、いつ会えてもいいようにって言って、なんか常にプレゼントを持ち歩いてくださってたそうで、もらっちゃいました。めっちゃ可愛い。若松屋さんってリーズナブルなお店で、普通のデカ盛りだと2キロとかでも1000いくらとかで食べれるんですけど、このデカ盛りだけは特別な材料を仕入れるからリッチ。今日はこれを持ってきました。萌え恋、知る人ぞ知るスーパー有名なレアな日本酒でございます。今年もせっかくもらったけど、美味しいから一人で飲むんじゃもったいないということで、閉店後にお店のお母さんたちと一緒に飲もうと思って持ってきちゃいました。来ました。でかい、重い。せっかくいただいたので、平均時間60分、よーい、スタート。いただきます。おいしょ。ライトが消えた。なんでだ、充電してきたのに。落ちた。なんで途中で消えるんだろう。甘じょっぱいったら最高。カツも食べちゃった。じゃん。全然動画もったいない。Thank you.
お二人は夏バテとか一切ないですか、毎年？あんまりしない。しないか、全然。なんかしないね、あんまり。この服装が当たり前だから、なんともないんだ。江戸っ子だから。うち東北の自分家クーラーいらないぐらい。扉さえ全開に開けて、たまに暑い時扇風機つければ、自然に入ってくる風で十分涼しいから。もうこの暑さが毎年慣れなくて、東京来てから。父親はね、すごい新しいもの好きで、うん、昔テレビがなかった頃、うん、一番最近うちの家でテレビを使ったら、もう近所の人みんな家に来て、テレビ夏場所からその話になるから、夏場所からテレビだから、私他の家にクーラーないときクーラー買ったんですよって言うかと思ったら、えテレビテレビこの話が出てきた。感触よく見せたかったでもこれ残して食べきっても自分の中で食べきったと思わないから、衣からボロッと剥げちゃった。さっきまでちょっと心配でビールよりお茶飲んじゃったけど、もうここまで来たらビール。2本目終了。めっちゃそっち側に漬物落ちてた。もうスタンドが倒れてる。ラスト。はい、食べました。飲みました。ありがとうございます。どうぞ。どうも見てくれてありがとうございました。ごちそうさまでした。また次回お会いしましょう。もらったシールがたくさんあったので、若松屋さんに50枚ぐらい置いてきちゃいました。もしお店に行かれる方がいらっしゃいましたら、記念にもらってやってくれると嬉しいです。店員さんにシールちょうだいって言えば伝わるので。お願いします。本日の NG 集。来ました。そして来ました。よく裏返し。何か。裏返し。あ、俺。本当だ。コーサーが服逆に着てる。浴衣を着ていると見せかけて着ていませんでした。めちゃくちゃだらしない感じでした。ありゃ。前にこれをクリアしてゲットした会員カードの本物バージョンがついにできましたが、こうさんのセンスがこういうわけじゃないです。これ私の完全なミスです。私が変なアドバイスしたせいで、なんかお寺みたいな、お葬式みたいなカードです。よーい、スタートー。スタートー。いただきまーす。切れてないやつだ。おお。待って、これ持てないかも。あ、箸で持てないやつだ。これ箸で持てないやつですね。やばい。ちょっと手使ってごめんなさい。これ手使うしかない。うわ、分厚い。いや、怖っ。クジンだけが飛んだ。
肉がこんなに分厚い。中のちょっと沈んだ。めっちゃビールガンガン行きたいけどまだ怪しいな。もう一本もいける。ありがとうございます。ここのレモンサワー飲んだことないかも。そういえば、なんかいつも自動的にビールがなくなる場所ビールが自動的に出てくる。ちびちびビール飲んでるかなとか思って。揚げ物だからレモンサワー絶対合う。一旦どけます。わお、これが第二スターマイ。違うだっけ、なんかテレビで見て。第2スターマイです。時間半分過ぎてる。めっちゃ伸びるじゃん。時計いつぶりかぐらいに見たらいつの間にか半分過ぎてる。それがすごい。やばいやばい。閉店後にお裾分けしてみんなで美味しく飲んで帰りましたとさ。めでたしめでたし。どうでもいいおまけシリーズ、イエーイ。ちょいと一つ雑学でも。お茶の類は皆
同じ葉っぱからできている。茶の木、カッコ、カメリアシネンシスという葉っぱを蒸すか発酵させるか何かとコラボさせるかの違いでいろんな種類のお茶になるんだって。どのぐらい発酵させたら何になるの？って詳しく掘り下げたい方はググって。説明するのめんどくさいんだね。うん。本日も最後までご視聴ありがとうございました。次回のもぐもぐさくらは、外はパリッと中はジューシー、キンキンビールをお供に食べたら最高なあれ200個の大食いです。次回も一緒に乾杯しようね。おやすみー。